あ、スーパーチャットありがとうさん、やばいやばすぎ。キャッカキャッキャキャッキャ、億万長者だ。マジで技術者様様ですわ、マジで。うん、俺一人じゃね、当たり前だけどできないからね。いや、まあでもね、これができるのもやっぱりね、資源となってくれているリスナーのみんなのおかげだからね。いやでもまあ前よりは歌うようになった。本当に歌ってみたの需要が高い。みんなの歌ってすごいんだなって感じで、うん、向上心があるよ俺は。歌は金になる。向上心はやっぱそっから来てるからね。歌ってみたを出すとリスナーが金をくれたりとか、リスナーが増えたりとか、循環ですね。いや謙虚じゃないよ、俺はね現実を見てるんですよ。夢を見ない分現実を見てるんです。俺は自分の歌がどれぐらいかっていうのをちゃんと把握してる。にわかファンだけどお祝いさせて、誕生日おめでとうキング。いやにわかじゃないよ。いや、ここまでリスナーがついたら俺はこの活動を手放すことができないからね。いずれ子さんになる君たちも、うん、にわかかどうかも努力しない。俺薄っぺらいからすぐだぞ、すぐね、あの詳しくなれる俺に。こんな美味しい活動は手放せないですよね。って言ってもついてきてくれるからな、みんな。不思議だよねリスナー。俺こんな汚えこと言ってんのに、お金がもらえるからとか、リスナーがついてきてくれるからとかね、甘えてます俺は。正直リスナーに甘えてる。本当はもっとなんか活動者らしくね、箔をつけてって世に出れるようになるべきなんだろうけど、俺はリスナー民草にあぐらをかいてる。俺は玉座であぐらをかいてます。You are King ということで、なんでこんなになっちゃったんだろうな。俺ね、ここまで来れたのはね、ただただラッキーだと思ってて、マジで現実的にね、現実的に見たら、俺マジで魔界の隅っこのね、マジコッパなんだよ。コッパ、羽根っかりの小僧がたまたまみんなが見つけてくれて、俺もね、わかんないのよ。みんなは魅力あるよとか、面白いよとか言うけど、俺自身はそれわかってなくて、世の中、俺のどこがいいんだろうって思ってる人も大半いるけど、たまたまみんなが見つけてくれて、たまたまみんなが才能を見出してくれてっていうことで、まあ、ラッキーだね。見つけてくれてありがとうみんな。あ、スーパーチャットありがとうございます。メンバー登録ありがとうございます。いや、こう言わないと俺は調子に乗りそうで怖いんだって。じゃあ謙虚とかじゃないぞ、謙虚とかじゃないぞ。俺はしっかり現実を見て調子に乗りすぎないように。まあでも調子に乗らないようにって言ってるけどね、鼻はどんどん高く長くなってってるかもしれない。天狗にメンバー限定で、あれだけど。え、メンバーめっちゃ入る。ちょっと待った、待った。やべえ、やべえ、スーパーチャットメンバー登録、ありがとうございます。いや、ただ、俺はね、なんかね、気持ち的には、あのね、お金になるのめっちゃ嬉しいし、めっちゃありがたいけど、俺なんかね、気持ち的には、メンバーとかスーパーチャットをしない人もやっぱ大事にしたくて、でもお金くれるし、すまん、差ができちまうのはすまん、すまん。おい、やべえ、正直差をあんま作りたくない。結局人気者にしてくれてるのってみんなだから、まあまあまあ差はつけますけどね、したくないけど差はつける。すまん、そこだけはちょっとすまん、思わないでほしい。金払えなくてごめんってたまに言う人いるけど、マジでそんなこと思わないでほしい。金があって人気になるんじゃなくて、人気があるから金になるわけで、みんなが俺のね、財なわけよ。宝だから。
宝だからスーパーチャットメンバーメンバーやべえメンバーやべえ何これメンバーえぐいっておいちょっと待って話を聞いてくれ一回今回は協力してくれて壁紙とか出したけど普段俺牛丼何食ったとかしか出してないぞマジで国作ろうかないやまあまあまあまだおごらないよまだまだおごり高ぶらないよいや2年前はねこうなるとは思わなかったわマジで俺も止まらねえスーパーチャットありがとうございますとつまちするとつまちとか来ねえぞ人来ねえよ俺今からとつまちして来ないで配信終わったらはずいぞやってみようせっかくだし何にも用意してないしちょっとやってみよう何してんの俺大丈夫かよ本当にあーマジで正気か待って募集分もわからん突発でとつまちをしています本当に誰でもいいです喋りましょういいのか大丈夫かうわーなんかすごいはずいうわーすごいはずなんだいやここでねいや成長を見せつけたいみんなに俺別に喋れるから大丈夫喋ることないだけで喋れるからあーもう来ないんだ誰も来ないんだもうあーもう来ないんだこれ来ないよこれもう来ないよ終わりだよ終わりあーもう終了あー来るわけねえじゃんあーだって俺だって全然ね俺のことなんか知らねえもん誰もあー終わりだよあーなんで募集とかかけちゃったんだこれログに残るもん今なら消せるなあースタンプされちゃったよケモチとや来いよーケモチ延期はまあマストって書くとややこしくなるな延期でけえな文字あおい、 おい本物のとつまちはなはい気なんて考えてる暇ねえんだようるさどうもあれもういないんだけどあいつなんなんだよマジでもうやっとかって鳴らすかとか思ったのに肩鳴らしもさせてくれないなんなんあいつあー考えてる暇なかったなマジでいやほんとせっかく来てくれる人にはねちゃんと喋りたいハッピーバースデーなんか抜けてったもうなんなのあいつら本当にはい2人だよでもなんでなんか通り過ぎてったんだけど敬語じゃないけどオッケー終わりの挨拶の季節の変わり目なのでご自愛くださいそうそういやてかマジでなんかお祝いとまあ別にこれお祝いとつまちじゃないからお祝いじゃなくてもいいわうんお祝いじゃなくていい本当に話すだけでいい俺全然知りたいから二次三次のこと二次三次ってどういう組織か知りたいから俺もこの際あっ杉崎年華です。お邪魔します。うわあ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。季節の変わり目なのでご自愛ください。あ、ありがとうございます。それでは。ちょ。あれ、会話のデッキとかってありますか。好きな食べ物ってありますか。季節の変わり目なので。あ、はい。ご自愛ください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ね。とつまちで誰も来ない感じマジで恥ずかったからマジで来てくれとこんばんはこんばんはお誕生日おめでとうございますはじめましてにじのすこやかなですありがとうございます好きな食べ物はですねあそうだなじゃがいもの料理が好きですねへえ何の料理じゃあちょっとすいませんこの際本当初対面で申し訳ないですけどはい、どう会話したらうまくいきますかねなんか共通点翡翠さんちょっと大丈夫今ミュート
共通点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 。ゲームとかします？ゲームしますよ。あ、俺もするんですよゲーム。あ、そうなんですね。何のゲームするんですか？あ、最近だと、あ、結構何でもやるんですけど、エペックスもやってますよ。あ、あ、俺もエペックスするんですよ。あ、そうなんですね。なんだこれ。あ、え、勢い、なるほど。ノリと勢い、勢い、はい、あ、わかりました。じゃあ季節の変わり目までご注意ください。ありがとうございました。よっけ、あ、なんだ、かんださ、過去がまずザ・ハーミット・インジャですね。インジャ、インジャ、隠れたもの、ハーミット・パープル、まあ、インジャ、そうですそうです、ハーミット・パープルの逆位置、逆位置、はい、逆向き。そして現在がホイール・オブ・フォーチューン、運命の輪の正位置で、未来が、ハイエロファントなので鳳凰ですね。鳳凰の逆位置。どういうことですか？相手に興味を持ちましょう。あ、はい、だけです。だけ、なるほどね。その人の好きなことについてこうどんどんこう自分もこう出す。確かに尋問になっちゃうって。わ、すごい。神田先生。な、お前か。ご自愛ください。ご自愛ください。ありがとうございました。上手い人がいるって聞いたんですけど。季節の変わり目なのでご自愛ください。あ、じゃあお疲れ様です。いや、待って待って待って、泣くなって。最近またなんかぼちぼちエーペックスやってるから一緒にやろうぜ。いや、お前ランクいくつだよ。ランクはちょっとシルバーだけどさ。よへーよへー。クズハ単体だったらまあ近いうちに誘うわ。いや、3人目は、3人目はちょっとまあちょっと逃げかもしれないけど、リディムちゃんで。俺もちょっと頭の片隅に浮かんでた。じゃあやろう。うん、はい、ご自愛。はい、ご自愛。あ、ご自愛ください。というわけでリディムでした。ありがとう。待って待って、おつてかさ、もっとさ、全面的に、いや、ゲームしかいないよなって言ってくれると思ってるんですよ。うん、デブにおけて趣味に入ってるね。うざっ。まあまあ、でも妥当かなってとこだから。お前はイリムはいい女でしょ、だって都合のいい、都合のいいじゃん、まあ、とりあえずリリムにしとくかで一旦ね。もう、おお、お待たせ、待った。あ、二次さんに所属アンジュカトリーナです。見たんす、私。違うんですよ、欲しいって言ってたんす。いや、違うんですよ、別に。アンジュ、アンジュ、いや、欲しくない、欲しくないことはないです。欲しくないことはないって言うのも誤解になるけど、じゃ違うんですよ。やっぱ欲しいってことですよね。違うんですよ、グッズが、グッズですよ。あー、ぐらいアンジュが欲しいって。違う違う違う、アンジュのグッズが欲しくなるぐらい。どういう変化だ。違う違う違う。嫌いとかじゃない。好きじゃないってことですか？好きじゃないくはないですよ。お、好きじゃないですか。違う違う違う。それはでも好きじゃないですか。違いますよ、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 そういうことじゃない。あの、好きにもいろいろあるの分かりますよね。分かりますか？好きにもいろいろあるの。そりゃまだ付き合いたての好き。違う。命知らずなのか、あんたは。待ち受けとかにしてもろて。お、なんか触れるんですか？やった、はい、よし、行くぞ、俺の集大成をぶつける。早せそうです。ありがとうございます。いや、アークとかね、そう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 、一緒にやりましたよね。喋りやすいでしょ。はい、泣いてんの。いや、喋りやすいです。あー、やったー。はーい、そうや、はい、さっきね、アンジュちゃんがプレゼント渡したじゃないですか。はい、私もね、これどっちだ。何してるの。あー、なんだ、なんか来た。あ、こんにちは。休憩付き何してるの。あ、とつまちです。なんで、なんで、なんでっていうのは、まあ、二次三次みんなに興味があるからですね。じゃあ、うんちしていくね。え、プリプリプリ。は、ではな。はぁ、なんだあのタヌキ。俺の部屋にうんこしていくな。二次三次って面白いんだな、こうやって喋ると喋るとわかる。みんなね、配信、他の人の配信もね、見てみるとおもろいかもしれない。みんなおもろいぞ。いや、マジで祝ってくれたみんな、ありがとう。エモくするか。
はい、というわけで、はい、無事、まあ、雑談にも満たない雑ということで、まあ、誕生日記念でね、とつまちなんかもやってみたりして歌ってみたのを出しましたが、まあどれもこれも支えてくれた皆さんのおかげです。エモくしちゃうよ。でも実際にこれは本当にそう、うん、見てくれたみんなのおかげです。支えてくれたみんなのおかげです。まあ俺は少年が腐ってるので道を踏み外しがしですが、それでもついてきてくれる屈強なリスナーたちのために何かするっていうのもね、まあ俺は考えてはいるけど、うん、なんか還元していきたい、そういうみんなのために、うん、そんな理解、俺を押すっていうのはまああんまり理解されないかもしれないけど、できるだけ後悔させないようには、できるだけ後悔させないようにはするのでね、ああ押しててよかったって思えるような感じになるといいですね。うん、二次三次のためにもなんかしたいな、なんか、うん、出始めにバンドだな。いやーでもまさか2年持ったか、俺でもこれ3度目か、誕生日、自分の誕生日を何回迎えたかも分かんない。まあみんなと過ごす日々が加速度的に過ぎていくから、もうそんな経ったかって吸血鬼ながらに甘えますよ。偶然の灯火だったからね、最初は乾殿から、乾殿がこうこうやってやって救ってくれたところからだからね。いやでもこう振り返るとやっぱルーツから何からほんとラッキーだったと思いますわ。全ては幸運でできている。クズハの 90% は幸運でできている。いやそんなことないかわかんないけど。というわけでね、ではここまでにしといてあげまーす。まあこれからもみんなからお金を搾取したいと思います。ほな、タイアリ、バイバーイ。